国際ムナープロトコール紳士学、自分らしく自信を持って自由に生きること。日本唯一国際認定の国際教養プロトコール学院創立学院長、村田セシリア真理です。こちらの動画では ICPA の国際マナーやプロトコールの講座についてお話をしていきたいと思います。 ICPA では国際水準の学びを得ることで、仕事やプライベート、さまざまな環境の中で人から良い印象に見られたり、人とのコミュニケーションや関係性が上手に取れるようになったり、出会いたい人と出会うことができたり、これまで得られなかった環境やものを手に入れることができたり、自分に自信がつくようになります。体系的な完全プログラムで、国際的に指導されている国際水準の学びであり、それが日本人向けにカスタマイズされ、ステップに従い学習することで必ず身につく学びであります。受講生の皆さんの共通するご感想は、自分に自信を持つことができましたというようなご感想です。なぜ自信を持つことができるのかと言いますと、ICPA では自発的に自分で発見し、自分で実践をするということが必要となり、自分でがキーワードとなります。自らやる気を出して発見してこなしていくということが実際の結果につながるので、自信を実感しやすく、また結果として目に見えてくるということなんですね。国際マナーのプログラムは正式名称が国際教養マナープログラムとなり、それと分離して男性専用の国際紳士教養学プログラムが存在します。国際プロトコールプログラムは主に外交向けとなり、一般的に必要になるプログラムは国際マナーのプログラムということになります。まずはこのプログラム、どんな希望を叶えてくれるのか、どんな人に向いているのかなのですが、国際的なスキルの一環として国際マナーを身につけて、世界でも認められるあらゆる環境での振る舞いと知識を身につけたい、外国人とのコミュニケーションをより円滑にして信頼を得られるようになりたい、国際的には関わらないけれども自分の振る舞いや知識や人間性を磨いてオーラのある影響力のある人になりたい、現在の自分に何かと自信がないけれども自信を身につけたい、人生を変えたい、そんな人の夢を叶えます。では実際にどう叶えていくのかといったところをお話ししていきます。こんな方に出会ったことはありませんか？あの人はなんだかいつもキラキラして素敵、雰囲気が良い、行動にブレがない、いつも着こなしや立ち振る舞いが最高、オーラがある、しっかりしてるのになんだか闇じゃない、なんとなく威厳があって自信にみなぎっている、こういった方は生まれながらしてそうであったわけではなく、努力をされてきて積み上げてきた結果、そのような人たちになりました。私自身この学問に出会う前は何かとマイナスな物事を進めてしまう傾向にありましたけれども、当然ですがそれだと物事うまくいかないものですけれども、それをどう改善したらよいかは全く分かりませんでした。どことなく不安や自信のなさがあったと生徒さんが聞くと本当に驚かれます。実はこのプログラム、単なるマナーの学びではなく、自分自身の人生がガラッと変えられるものなんです。ただし自分で努力しないで受講すれば変わるわけでは当然ありません。学びとは自発的なものですので、自分の心を開いて思考を変えていかなければ何も導かれないんです。例えば自信がないのは誰かのせい、何かのせい、環境のせいだから私は自信がないと思っていたとします。お知らなくてもこのように思っている方意外とたくさんいらっしゃいます。そうするとまずはこの講座を受講する前にその考え方を絶対に変えなければいけません。自信がないのは自分自身であり、周りの環境は受けていないということに気づかなければいけないのです。どういうことかというと、周りのせいにしているというのは環境に流されている自分を認めてしまうということになってしまいます。環境に流されるので自分という存在を自分でなくしてしまってますよね。自分がなくなる、
だから自分を信じられない、それが自信がない、そういう状態なんです。ですからこういった考えを持っている方は講座内で学びを受けたとしてもその言葉一つ一つを信頼できません。なぜならば自分がこのことを理解できない、この講座が悪い、環境が悪い、先生が悪い、同級生が悪いなどと決めつけてしまって少し難しいなと思った時に考えて吸収をしようとしないで自分がわからないのは他人のせいだから学べないって結論を出してしまうんです。ですから余計に自信をなくしてしまいます。時には当然ですが自分よりも知っているという先生に向かって嫉妬心を抱いてしまう、自分よりもできる同級生に対して自分はできないというふうに投げやりになって逃げてしまったり、自分は知らないという事実を受け入れることができない、そんな人がずっと不安を抱えて自信がなくなるというような状態になってしまうんですね。ですのでまずはどんな学びも学ぶ前に自分の心と思考を変えておく、安定させておく必要があるんです。もちろんご希望があればプログラムの内容でこの意識転換からお手伝いすることもできますが、できれば自分で先に行ってしまった方が効率はいいですよね。それでもこの国際感覚や国際的な広い視野を持つことが難しいと感じる人が半数以上です。日本文化を教えているわけではございませんので、 ICPA の考え方は国際思考なんですね。その環境にいるということが大切で、その上で学ぶから広い視野を吸収できるということになります。だからこそ ICPA は他のスクールと異なるということなんです。それではそんなすごい講座がどんな内容なのかお話ししていきましょう。国際マナーのプログラムですが、国際マナーと聞くと何を思いつきになりますか？おそらく聞いたことも見たこともないと思われるかもしれません。日本でそんなものは必要なのかと思われるかもしれません。または俗に言うマナー講座と認識される方も多いでしょう。またプロトコールをご存知の方はそのイメージを持たれるかもしれません。国際マナーはその言葉の通りマナーなのですが、 ICPA の講座は世間一般の人がよくイメージされるマナーとは少し異なるようでございます。まず ICPA の国際教養マナープログラムは英国校で認定を受けているプログラムです。世界共通での指導がされております。しかしその内容を全て同じように日本の人に向けても、まずは感覚や考え方、備え方、ベースとなる知識や教育や文化が異なる中、それを教えてもあまり良い効果は得られないのですね。ですので、私が研究を重ねてきた国内海外での経験や研究と知識、国内海外の参考書や世界の有名大学の学術から情報を収集し、日本では日本人向けにカスタマイズをして、さらに情報量を5倍から10倍にして入門から上級まで設定している完全体系的なプログラムなんです。大抵の方は入門からご体験されて、初級中級、やる気のある方は上級まで進まれ、その先はスペシャリスト、いわゆる認定講師のプログラムが3段階ございます。どんな方が受講されてどんな効果を得られているかと申しますと、実はこのプログラムが一番人気ですので、いくつか受講生の声もございます。受講生の立場は幅広くて、性別や国籍問わず、大使館の方、会社員の方、経営者の方、国家公務員の方、主婦の方など20代の方から50代の方までになります。特にはこれから社会を引っ張っていくという年代の方がご受講され、自分の自らの夢に向かって学んでいらっしゃいます。実はご受講生の方のほとんどが国際的な関係を現在取っている方ではないということも言えます。例えばご受講の目的は国際的なスキルを身につけることというよりも、むしろその中で学べる立ち振る舞いや考え方や思考力や知識といったものが、実際には日本社会で成功するために、また自分自身を磨き上げるために、良い人生を歩むために必要だと考えている方がいらっしゃるんです。どんな効果を得ていらっしゃるかというと、もちろん知識は身についたということもそうでありますし、非常に振る舞いが変わったというところもそうですし、
あとはご本人がご認識されるのが本当に自信がついて何でもできるような気持ちになりましたという内面から出てくるパワー、そういったものも効果があります。そして外見的な部分、非常に美しく皆様ご成長されて、立ち振る舞いも美しく、そして自信にみなぎっていらっしゃいます。私生活もおそらく充実をされていらっしゃるようでございまして、またお仕事でもご成功される方が多いです。この講座を受けることによって、知識だけではなく自分自身が変わったというようなことを発見されるということなんですね。 ICPA の国際教養マナープログラムは、そのマナーといった形にとらわれがちのことを教えているのではなく、その背景、歴史、精神、それらを通じての他者とのコミュニケーションや自分の在り方に気づき、それを通じて自分の夢を叶えていく、そんな学びで、いわゆる学問になる分野なんですね。国際マナーと聞くと、そのマナーという言葉からどうしても表面的な行動のように思えるかもしれません。実際には国際マナーとはグローバル社会においてのコミュニケーションの技術であって、知って当然であらなければならないものなんです。実はそれほど知らないことでもあります。少し気にしていればできる、周りの真似をしていればどうにかなる、別にできなくても恥をかくことはないか、あってもその場だけで済むからいい、そんな風に感じてしまう。そうすると知らずと他人へ迷惑をかけたり、信頼を失ってしまったりということにつながってくるものなのですね。確かに自分が気づかなければ恥をかくこともありませんし、良いのかもしれませんが、けれども自分が知らないことで誰かを傷つけていたり、誰かに失礼なことをしておりましたらどう思われますか？大概の人がそんな時実は開き直ってしまうんですが、それでは自分自身が虚しくなってしまうだけですよね。そのゆえ他人を責めたり不満を流したりしてというような結果になってくるんです。日本のマナーの考え方は本来思いやりであって、何々しなければならないではなかったはずなんですね。けれどもいつしかそれが義務化したことで、人は心から学べなくなってしまったのではないかと思います。それでも世界でもたくさんの人と比べると日本は礼儀正しいですし、道徳心があるという点があります。その点非常に長けております。しかしながら国際マナーとなると話が違うのです。その基本的な心持ちは比較的完璧なのですが、やり方を知らない、できない、なぜかが納得いかない、そういったケースが非常に多いです。国際マナーと日本マナーの違いなのですが、まず当然ながら精神や文化が異なります。それは歴史上から来ている問題でもあります。当然ながらと申しましたが、実は人は無意識に自分の文化は世界の文化と勘違いしてしまうところがあるんです。要するに自分が感じていることは相手も感じていることだろうと思い込んでしまうんです。または自分の常識は世界の常識というような感覚にすらなってしまうことがあります。けれどもご存知の通り、もちろんそんなわけはございませんよね。日本の常識はむしろ世界の非常識とも思われるほど常識感覚が異なるんです。例えば挨拶の考え方、隣の人への感情、言葉に含まれるさまざまな意味、話すということの意義、アイコンタクトの意味、ボディーランゲージの意味、各場所での振る舞い方、それにより受ける印象などまだまだたくさんあります。そして現代の多様化の社会においては、日本でも同じように異なる地域であれば異なる常識を持っていたりします。その異なる人たちが有意義で円滑なコミュニケーションをとっていくにはどうしたらよいのか、そういったことを学ぶことであらゆる場面に役に立てていくんです。もしもプログラムの内容にもっとご興味があるという方は、ウェブサイトにプログラムの内容をもっと詳しく書いておりますので、よろしければぜひご覧になってみてください。通常はコースでのご提案ですので、個別受講はできないというふうに思われがちなのですけれども、中には
このプログラムのこの箇所だけを学びたいという方ももちろんいらっしゃいますよね。例えば、あさってに外国人のお客様がいらっしゃるので、テーブルマナーとホストのマナーだけを学ばせてくださいですとか、英語プレゼンが近々あるので、結婚式があるのでスピーチだけ強化したい、もちろん日本語でも大丈夫です。もしくは立ち振る舞いだけを学びたいという場合には、個別から個別のカスタマイズをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。始めるのに一番おすすめの講座は5時間講座です。5時間ですと、そのある程度のことを学んでいただけるのではないかと思います。またはアフタヌーンティーやテーブルマナーなど楽しいお講座でしたら気分も上がりますからね。それでこれから何を学んでいこうというふうに考えていただいても結構かと思います。そして今のところですね、講師は私です。私自身が今であれば対応させていただきます。直接ご指導させていただきますけれども、私の指導の特徴はもちろん国際認定の講師であるということで専門性は高いですけれども、特徴としてはよくおっしゃっていただけるのは、パワーとエネルギーがあります。私は受講生がとても好きです。受講生の一人一人のをよく見て、その状態や感情もよく見て、寄り添って立場になって考えながら提案をしていきます。もちろん講座中はペースを合わせるということはあまりいたしませんが、しっかりとその人が効率的に確実に目標を達成できるようにサポートをいたします。時には厳しいと言われることもありますけれども、皆さんは私の情熱的な愛情だというふうに取ってくださっています。もしかしたら少し鬱陶しいくらいの愛情かもしれませんが、それだけ真剣に受講生と向き合っています。生徒同士のコミュニケーションの取れる場所もありまして、ウェブサイト上の受講生プラットフォームやイベントなどで交流をしていただいたり、意見交換をしたり、一緒に学ぶことができます。上品で向上心があってパワーのある人たちが集まっているので、自分磨きに最適な環境です。ぜひこの機にご体験をお待ちしております。